も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様です。こんばんは。お疲れ様です。三村さんです。どうもこんばんは。お疲れ様。本日6月2日、6月に入りました。皆さん雨大丈夫でしたか？結構特に東海の方かな、がかなり雨ひどかったらしくて、まあ、てか、まあ、全国的にかなり大雨がやばかったらしいんですけど、皆さん大丈夫でしたかね。私も今日はちょっとキャリーケース持って移動してたんで、キャリーケースがびしょびしょになってつらっと持ってって、で新幹線乗って帰ってきたら乾いてましたね。新幹線がどんだけ乾燥してるかがよく分かったんですけどはい、まあ新潟帰ってきた時はもう雨がこう収めになっててほとんど降ってなかったので、まあとりあえずまあって感じですね。とはいえやっぱり地域によっては結構新幹線もそれこそ止まっててね、帰れないよって方もいらっしゃると思うので、ね、まあ皆さんもね気をつけてくださいね。うん、あ、雨ありがとうございます。いいね、雫だはい。でまあ今日はだからお仕事が結構、まあ長丁場って言ってもそんな長丁場ではなかったんだけど、まあ、そこそこ長く待ちが多い感じでね、結構あれだったんですけど、まあ無事終わってこっち来て眠いっていう、今本当にほぼ寝落ちしてて、パッて目が覚めたら23時29分で、あ終わったと思って、なんかそれが56分とかに見えて、あ終わったわと思ってたんですけど、よく見たら半前だったんでよかったですね。はい、そしてあれです、今日告知されたんですけど、歌唱力決定戦の放送が決まりました。イエーイ。うん？言葉足りなかったね今。でも文章が、第5回 AKB48 グループ歌唱力ナンバーワン決定戦ご褒美ハワイ旅行ハワイ旅行なんだ、ハワイ旅行番組とかじゃなくてご褒美ハワイ旅行という番組がTBS チャンネル17月8日土曜午後9時いい時間ですねに放送が決まりました。そしてなんと90分、すごーい、いっぱいだーね。なんかもうハワイのことすごいもう昔のことのように感じるんですけど、全然こっち帰ってきてからもかなり濃い時間を過ごしてたので、そうだなって思ってたんですけど、はい、そう90分、すごいでしょ。なんかもういろいろ詰め込みたくて90分っていうそこそこ長い時間になったのではないかと、はい。そしてまあ内容自体もねいろいろ結構そう ANA さんのフライングホーンに乗って、まあいろいろ本当にハワイらしいこともしたり、アクティビティもあったりとか、結構まあこの番組の詳細を見るだけでかなり内容がだだつまりしてるっていう感じですね。であとは皆さんにね、どれだ、皆さんにお忘れなく確認してほしいのが、あれどこに書いてあるんだ、
あ、これだ。はい、今回なんとこれも私サプライズで知ったんですけど、ロケで撮影した厳選写真を収録した思い出アルバムの制作が決定ということで、いくらなんだろう、もう7000枚ぐらいの写真を撮ってくださったカメラマンさんがいらっしゃって、でなんか妙に撮るなって思ってたんです。確かに妙に写真撮るなとは思ってたんですよ。なんですけど、ハワイ旅が終わって、今回この撮った写真で思い出フォトアルバムを作ります、思い出フォトブック作りますって言って、で別にこれは売り物ではなくて皆さんに4人にプレゼントしますみたいな、そう4人のために作りますって言ってくださって、もうめちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。なんか自分でも SNS 用とかに写真撮ってたけど、結局なんかそこまでそのなんていうの、ホームビデオとか結構撮ってたわけじゃないから、そう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 、でまあそういう サプライズ聞いて、でしかも4人だけじゃなくて、下記の条件を満たした応募者全員にプレゼントします、この機会にしか絶対に手に入らない思い出アルバムぜひゲットしてくださいということで、もう全20ページ予定で、今回その私たちだけにじゃなくて、一応ファンの方にも同じものをっていうので、スカパー TBS チャンネル1&TBS チャンネル2を受付期間中に新規ご契約または以前からご契約いただいている方に全員に、応募者全員にプレゼント、はい、なんか抽選とかも書いてありますが、当選発表とか書いてありますけど、当選というか一応応募者全員、条件に入ってる方全員ですね。でいろいろその対象外もあったりするので、まあいわゆるその単品といいますか、セットパックとかセットじゃなくて単品で契約していただいてる方に全員にフォトブックプレゼントっていう形になっております。私も内容どうなってるか分かんないんですけど、まあ放送されたもののオフショットとかそういうのが詰まってて、そういろいろ撮ったから、うん、まあTBS チャンネルさんの方のインフォメーションに上がってて、詳細がしっかり書いてあるので、ちゃんと、応募条件が書いてあるので、で皆さんぜひそちらもご確認ください。放送日が7月8日土曜午後9時でございますね。 TBS チャンネル1にて放送でございます。楽しみ。ね、なんかただでさえこう映像でというか、その番組として映像で旅行が残るっていうのもすごい嬉しいし、しかも90分ね、推しの子の1話と一緒ですね。まあ、もう軽い映画ですよね、90分は結構ガチで。はい、もうそんぐらい長い時間の、まあ、映像でハワイの思い出が見れるっていうのがすごい嬉しいし、
そう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 、楽しみです。でしかも加えて手元に残るフォトブックまであるので、もうね、これはもうね、まあまだハワイの出してないオフショット結構いっぱいあるっちゃあるので、いっぱいかいっぱいかどうかは置いといて、まだ出してない写真も結構あったりはするので、普通にそれはあのハワイのロケだけじゃなくてプライベートの写真とかあったりもするので、もうそれは放送と合わせて載せたりだとか告知のために載せたりとかしますが、うん、まあ、とにかくなんかあんまりこう番組してないというか、本当に私たちがご褒美の旅行を楽しませていただいてて、それにただカメラがついてきてるっていうレベルのもうでもそのくらいのハードルで見ていただいた時に、あ、ハワイ綺麗だな、行きたいなって思ってもらえるんちゃいますのって思ってますね。うん、っていう感じですね。まあお楽しみにっていうところでございますよ。はてさて、まああともう5分で今日が終わりますが、明日は劇場公演ですね。明日は昼夜で、夜公演はマリナさんの生誕祭でございます。なんだろう、なんかちょっと久々な気がするな。全然久々じゃない、1週間ぶりなんですけど、ちょっと久々な気はしますね。あ、れいちゃんが久々に帰ってきます。なんでどうしよう、また一通りハワイの下りするかもしれんな。困ったあー、暗闇求むの、暗闇求むの後ろを思い出さなきゃ、覚えてないわ。もう二人して変な方向向いちゃうかもしれない。はい、ほんで、ジム終わったらお風呂入って寝ます。うん。ね、明日の公演もぜひぜひ昼夜ともに楽しんでください。DMM もね、ぜひぜひご覧くださいませませ。とりあえずさっきね、ヤクルト1000飲んで、明日朝早くても頑張れるように飲んだんですけど、さて頑張れますか、頑張れましょう、頑張れましょう、それではちょっと低気圧もねきついと思うんですけど、乗り越えていきましょうね。じゃあ男女読むか。13位リアさん、12位シンチャロスさん、11位クジチーさん、10位ヒヨリゲタさん、9位ケイさん、8位太郎さん、7位ゆかおしじいさん、6位しんいちさん、5位タムヒロさん、4位世界のマッスルさん、3位ベロさん、2位トーゴさん、1位トッシーさん、ありがとうございます。ギフトもありがとう、雫とかハートとかいっぱいありがとうございます。ういし、今15分経過した。ギリだったわ、すいません、なんかいつもヒヤヒヤさせてしまって、今日はちょっと全然もうあれでした。それではね、まだ2分あったわ、もう締め入ろうとしちゃった。
あと6月5日までだっけな、生誕グッズも受付絶賛しておりますので、忘れず、ここでしか手に入らないものとなってますので、忘れずにお買い求めいただけたら幸いでございます硬い言葉が。じゃあみんな、明日はちなみに弟の誕生日ですね。13歳になるのかな。もうなんか大人になってしまうな。子供の成長ほど早いものはないですよね。びっくりしますよね。ということで、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日お会いしましょう。おやすみまら、バイバーイ。まだ30秒あったわ思ったよりあったわ時間。寝よっ。